粗品です。せいやです。うん、らっしゃい。さあせいやさん、本日はせいやの財布強奪チャレンジ。昨日に引き続き、もうイタリアで買ったやつですからね。日本で買えへんってこと？まあ言ったらそうです。もうイタリアで、まあ日本で買えるかもしれんけど、イタリアで買ったというそのいやまあ輸入とかやったらそうやん。でもやっぱ誰かの手ね、運搬の間にこの多く触られたりとかする、あまりされてない。おお、なるほど。現地の人しか触ってない財布っていうのは、わかりました。価値があります。ボッテガってイタリアの会社なの？それイタリアですかね、ボッテガ。さあ、前回はね、ちょっと忘れた方のために振り返りですけど、ドラえもん対決、ドラえもん対決ね、しましたけども、続いての戦い、続いての戦い、ちょっとまだあるんで、腕相撲対決。腕相撲や。これ俺買ったら財布もらえんねんな。すごい話です。腕相撲で買ったら、私のカード3枚入って保険証1枚の財布そのままプレゼント。ありがとうございます。はい、腕相撲。まあ竜宮城編でね、昔、うわ懐かしい、腕相撲をした時は俺の圧勝やったけど、あれから、結構力強なって太って、太りました。あれから10キロぐらい。そうでしょ、ほんまに俺いい勝負やと思うねんな。確かにな。そう、昔はもう俺も絶対勝てへんかったけど、当て身投げっていう番組で、綱引きやったんですよ。2人でやりましたね。ほんで俺はなんかあの弱い粗品のイメージあるから遊んでたんですよ、とか言って。ほんならほんまに最後までお笑いパート終わったらめっちゃ強くて、俺ただただふざけて負けたんですよ。あの、こうやって巨人師匠ぐらいの力で、あ、ボケられへんと思って。ボケれずに終わったんですよ、強すぎて。いやもう、俺マジええの財布もらうで。いやもう俺ももう意味わからんけど、もうもらってくださいという気持ちでやってます。わかる。でも本気でぶつかります。やろう。じゃあいきます。はい、よし。あ、ちょうどいい機会あるわ。やかましいわ。いい、やかましいわ。ちょうど、これで誰も文句言わへん。もう判定な。はい、これ流行るんじゃん。この腕相撲。いやいや、クイズの人、このやらんから、こんな肉たやついるから。このボタンを、相手側のね、おさしゃ勝ち、陣地のボタンをおさしゃ勝ちです。ボタンが鳴るまでついてないと判断します。オッケー。はい。腕相撲久しぶりやで。いや、これやばいな。あ、やばい、こいつ強なってるわ。いやー、やっていくぞ。ちょっと待って。これ負けるかも、マジで。やば。あるよ。ちょっと待ってよ、こう。ちょっと待って、脱ごうかな。迷うな。これマジで。俺強なったで。はっきり言うて。力。いや、筋トレもなんか、サスケとかな。うん。なんか挑戦みたいな。ここね。オッケー。じゃあ一回ちょっとこうやっていい？あ、なるほど。ここに。こうしようか。こういうことね。オッケー、オッケー、オッケー。で、ここらへんか。オッケー、オッケー、オッケー。オッケー。うわ、緊張する。財布やもんな。財布かかってます。よし、わかりました。スポーツ番組。じゃあ、レディーゴーを、じゃあ、佐川、頼む。レディーゴー！あ、勝てるあ、あ、よかった。マジか。妹、いけ妹や。いけよかったよかった。ウォーターサーバーの交換ウォーターサーバーの交換の腕力来てるよ。ウォーターサーバーの時こんな力。お前、マジか。よかったお前、強いんか、やっぱ2023万よしくよー痛い痛い痛いね、8年前ぐらい俺 SM 生還でそんな感じになった。誰が SM 生還やねん。おい、まだ俺別に力入れてない。俺力入れてない。引っ張られてる。女王様ってこんな気持ちなんや。何がやねん。はい、今チャンス。よだれ出る。よだれ取りみたいに言うな。痛い痛い。それやめろ。走ろう。
体力温存してました。あやばいやばい、体力温存しました。うわこれほんとツッコミで全部だろ。ツッコミで全部だろ。この後の漫才手出されへんからな。いやお前強っ、お前強っ、意見がおもろい、お前強っ、もうええて勝てや、お前逆の力言って、こいつこいつ負けようとしてる。もたもたその一瞬どうぞ、どうぞ。疲れたな。強いよ。じゃ強いって。お前腕振っと。腕振っと。じゃあ腕壊死する。腕壊すこいつ。一回休憩する。あ、あるある、マジである。はい、いけやいけやもう無理や、もう無理や。オッケーオッケー、次の勝負いない。よっしゃい、あれ、いたいたいた、死ぬ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 、お前自分で押すなよ。いつまで強いの、お前。いいじゃん。お前。せいやの勝利。もうええって。いやー、ちょっと。痛い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 。迷惑やで、お前。名勝負でしたね。どこ迷惑って。じゃあ、お前、迷惑やねん。ああ。いったー。ああ、おもろい。いたー。ああ、笑った。いたー。ああ。もう痛い。さあ、ラストバトル参りましょうか。はい。ちょっともう。期待してないから、前半2つは。ラストバトルは、出てこい、トゥーンフェイス。勝てへんって。いや、財布かかってますから。お前が得意なやつ。まあまあ、な、何？そりゃそうですよ。何？あの、机の下から、出てきます。2人でね。机の下から、はい。同時に出てきまして、まあ、よりトゥーン、まあ、わからん人は、説明しますけど、まあ、カートゥーンネットワークとか、はいはい、ね、トムとジェリーとか、うん、あのアメリカのアニメっぽい世界観ですよね、トゥーンって。そうね、遊戯王のトゥーンワールドとか、うん、だからそう、トゥーンやなと思わせた方が勝ちトゥーンの概念は人それぞれに結構あるおー、じゃあ逆にチャンスある。うん、で粗品さんに選ばしてあげますよ。俺から出てもいいし、同時でもいいし、粗品から出てもいいし。うん、これ手使っていいの？あー、トゥーンの鉄則は手はなしですね。なるほどな。じゃあ俺から行くわ。粗品さんから。うん、順番に行こう。オッケー。それではトゥーンフェイス、粗品さんお願いします。それではせいやの挑戦です。もう受けの量がちゃんもう確定受けやん。うわ、でも俺とテイスト似てんのに。さあ、それではわからない、これ二人の分やった方、まず粗品、あかん、よし、せいや満票ということで、せいやの勝利。恥かいただけ。ああ、財布シッシュ。そうやろな、勝てへんわ。じゃあ俺に見して。トゥーンやねートゥーンやねー、やっぱトゥーンです。これはまあ勝てへんわ。俺は痛っ、腕痛いな、そんなことで。うわ、痛っ、痛っ。まあしゃあないわ。まあちょっと今回はすいません、現状維持ということで。わかりました、はい、僕が財布使います。あ、でした。編集ビュー。
皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします。